恋するカーナ作り。はい、ボディメイクトレーナーのマリです。さあ、今日の恋するパーツはこちら、ヒップ丸尻もも尻を作っていきましょう。さあ、お尻垂れ下がってないですか？まっ平らなくないですか？ね、丸く小さく上にキュキュッと上げてテンションも上げていきましょう。寝ながらできる3分間のエクササイズです。レッツゴー。横になったら肘をついて、テレビを見ているおじさまみたいな格好になったら、膝90度、足首も90度、足重ねた状態、そしてお尻をピッと後ろに突き出します。膝を上に向かって開いていきましょう。さあ、この時お尻を使ってね、引っ張り上げる意識で、よいしょ。で、パッカーンとなってしまわないように、骨盤は床と垂直より少し斜め前ぐらいでも大丈夫です。よいしょ。膝を前に引っ張りながら、はい、開いていきましょう。よいしょ。はい、今度は膝まっすぐにして、大きめの円を外後ろに向かって回していきます。よいしょ。よいしょ。上半身はお腹に力を入れて、ずれないようにしておきましょう。呼吸もお忘れなく。お尻を使って大きく回していきます。よし。よし。よし。はい。そしたら、斜め後ろに向かってかかとを押し上げます。お尻を使って、後ろ。さあ、あ、結構お尻が疲労してきたんじゃないでしょうか。よいしょ。私は4回目の食べ直してめちゃめちゃお尻が痛いです。よいしょ。もう喋りながらするの苦手なんですよね、相変わらず。すいません。よいしょ。よいしょ。よいしょ。 OK。 さあ、逆サイド行きましょう。肘つけて、よいしょ。膝を斜め前に引っ張られながら開いていきます。ここ使っていきますよ。デリケートのまま呼吸もお忘れなく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。膝まっすぐにしたら、大きく後ろに回していきます。よいしょ。上体ぶれないようにお腹力を入れて、大きく回せない方は小さくてもいいので、ここを、ね、使って足を動かしてみます。さあ、斜め後ろに向かってかかとを押し上げていきましょう。よいしょ。よいしょ。上体ぶれないように、よいしょ。よいしょ。うん、ラストです。頑張って。よいしょ。よいしょ。丸くなれ、丸くなれ。プリッとしたお尻。お疲れ様でした。はい、寝っ転がったままお尻に刺激はバッチリ入りましたでしょうか？さあ、このエクササイズ、大きく2つポイントがあります。1つは、ずっとね、このフォームを取ってる間中、お尻をプリケツにしておく、これを意識してください。腰をね、丸めちゃわないこととか、骨盤をぐらつかせないことです。ずっとプリッと突き出した状態で、腰を少し反り気味になるので、お腹の力は抜かないようにしてください。さらに、こうプリケツって死語なんですかね。え、お坊ちゃまくんとかクレヨンしんちゃんとかのお尻。はい。2つ目は、一体どこを使っているのかということをちゃんと認識しておくことです。手を置いておいてもいいので、お尻にね。で、自分も今何やってんだっけとか思わずに、お尻を鍛えてるんだ、お尻を使ってるんだ、お尻を丸くしようとしてるんだっていうことをちょっとね、
ちゃんと認識しながらやってみてください。ちょっとふっとぼーっとしちゃうと、あれ足使ってたかもみたいなになっちゃうので、でこのねトレーニングするときにここ使ってますっていう集中ってすごく大事なので、それについてだけお話お伝えしている動画もありますので、ご興味ある方は概要欄から見てみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録いただけるとかなり嬉しいのでよろしくお願いします。それではまた別の動画で恋する体作りご一緒ください。ではでは。